ハッピーニューイヤー。こんにちは皆さん。今日は皆さん、今瀬さんのライトゥーテンサーをレビューしようと思いますけれど、今日の初のゲストは誰でしょうか。自己紹介お願いします。2019年から東京に来てて、住みながら、音楽を活動している韓国人バンド TRT の、ボーカルとしている千代と申します。よろしくお願いします。ミッションだけの千代です。あ最近1万人登録者1万人超えた千代さんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に、はい、チャンネルを紹介ちょっと。あそうですね、日本で活動しているなんか僕のことを Vlog なんか知っているので、うん、皆さんぜひぜひもしよかったらこの動画見てて、次にはミッションドキュも見てください。よろしくお願いします。それでは登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今瀬さんは知ってますか。はい、知ってなかったです。うん、知らなかったですか。はい、僕は正直言うと、うん、日本の曲だけ最近聴いてて、うん、韓国でなんか人気がある日本人の歌手やってる、はいはいはい、え、なんか日本人なのに最近韓国で有名ってなんか思ってちょっとびっくりしました。あ、そうですね、最近本当に韓国のチャットがあるんじゃないですか。あ、そうですね、ここで YouTube ミュージックとか LINE ミュージックとかのみたいに、はいはいはい、あそこで初の日本人として上がった。え、チャットの中にある。はいはい、今何トップ10の中に、トップ10の中にある、はい、初めてのリウンジンとして。すごいですね、はい、皆さん、メロンチャットだったら今時間が夜18時42分なんですけど、うん、今韓国の酒屋で全部聞いています。そうですね、酒屋だったらもうメロンチャット100位のこと全部流してるじゃないですか、はい、だから一日で何回も今もう本で、カンナム、イテオン、まあ、いろんなところでもこの曲多分流していると思います。だけど僕が考えたことがあるんですけど、うん、日本のチャットの中で BTS とかセブンチとか、うん、いろんな韓国のアーティストもいるんじゃないですか、うん、逆に韓国人のなんかチャットでも日本の曲でもいいし、アメリカの曲でもいいし、このチャットが一緒に入ったらいいかなってなんか思うんだけど、やっぱり韓国人って興味がバラードとか、うん、好きだった人をずっと聞くとか、そうそう、それ結構あるんですよね。そうそう、でもこの中で日本人が10位の中すごいじゃないですか。本当にすごいだと思います。僕が調べたのは、ね、TikTok で24秒とか自分の曲をコードと一緒に上げてる感じなんですけれ ど、あの中で統合した曲の中でこの曲が誰かがダンスチャレンジを始めてて、それがバズって今韓国でもめっちゃ有名で、今韓国のもうバラエティっていうか YouTube で音楽の YouTube、 ただのバラエティ YouTube 全部出ています。韓国僕の中で日本の文化を教えている方ですね、今瀬野さんが、はいはい、え、すごくないですか。はい、僕たちもなんかこう日本の中で韓国人としてでもいろんな韓国の文化とか、なんかいろんなところなんか来たらいい。そうですね、いや、友達になりたい。今瀬さん、もし見ていますか、手前よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、待っています。はい、090でさ、よろしくお願いします。はい、それではなんでそんなに韓国でバズったかな、うん、っていうことを一緒にレビューしようと思います。はい、ます、はい、おー、じゃあ空見たらどうなるんですか。あー、さすが、日本の空と韓国の空ってどんな感じですか。やっぱり日本の空は本当に綺麗ですよね、うん、韓国では僕ソウル出身なんですけど、ソウルではあんまり空見るのが珍しいっていうか、うん、PM なんとかが多くて、空見るのが本当に하늘의별따기です。なんかこれ動画を見た時にすぐソウルだと思いました。ソウルですか、これ。これはソウルじゃないですね。東京ですか。東京、あ、東京か。どこかはわからないんですけれど、これ見た時に、あ、これはソウルだ。あ、そうですか。ああ、はい、ちょっと雲が多くて。雲とか、こう空の形とか、うん、こう建物のなんか見てて、すぐそうかなってなんか思いました。はい、行きます。はい。いや、最初だけ聞いたときに、リズムがすごいです、ね。メロディだけにある。メロディが持っているリズムがすごいだと思いました。
音楽ってインストってあんまない。あんまらないのに、メロディだけでも、タッタッ、タラタラタッタッタってな、すぐ体が動くように、この要素は、特徴は日本の J-POP の要素じゃないかなってなんか僕は思います。あ、そうですね。これもサビですよね。ああ、日本のスタイルですね。タラティタティタタ、ダンスチャレンジは、もうこのメロディから始まります。なんかこう、日本の曲だって、頭になんかサビがパーッと始まって、次から A メロとか行く、なんかこんな感じ。日本、これ日本の曲の要素ですよね。韓国だったら前にイントロあって次 A メロ行くんじゃないですか。最初からそのサビが出るのも。そう、そうですね。それでは。はい。ああ。でもこのリズムは本当に乗りやすいですね。あ、そうですね。これは本当に90年代のハウスリズム。ああ、なるほど、なるほど。めっちゃ乗りやすくて、はい、繰り返すリズムでみんな乗りやすい。あ、だから TikTok で流行ったんじゃないかなと思う。踊りやすいし、乗りやすい感じで。いや、最初にこう、なんか今、曲の長さ見たんだけど、3分30秒じゃないですか、はい、日本の曲だったら大体4分5分ぐらいにちょっと長さがあるんだけど、これちょっと短くて最近のちょっとトレンドというか、そうですね、そうじゃないかなってなんか思います。最近はラジオとかなんか SNS が流行ってるから、あそこで早く流して3分30秒も、韓国でも今そんな感じですよね。もっと長くなったらみんな聞いてくれないと。そうですね、4分以上の曲あんまり見つけてない。そうですね、ですね。最近の時代のなんか文化なんだけど、頭だけ聞いてて気に入ったら最後までなんだけど、まあ私のタイプじゃないなと思ったら次の曲になっちゃうから。確かにみんな忙しいから、はい、気が早くなった感じかな。そうですね。じゃあ待っていきましょう。はい、いきましょう。はい。おー、あー、キーメロディーに、はい、ま、めっちゃ変わる。こんな、裏声と地声を混ぜてる、なんかボーカル、ってどう思いますか？これが日本っぽいです。そうですね。韓国だったら、なんか裏声だけだったと思います。AB までには。あ、なら、ざらな、に言ったと思うんだけど、あならつらない、あなない、あなやがやなやなやな、こう混ぜたりするのが、ちょっと J-POP、韓国の K-POP 最近アイドル曲だったら、AB までには絶対裏声だけだと思います。はい。はい。弱く出すのが癖ですよね。そうですね。はい。行きましょう。はい。かわら。僕は正直言うと、顔もちょっとなんかプラスがないかなって思います。そうですね。韓国人が思ってる日本人の男だと、結構漫画みたいに、二目、大きな目、大きな鼻とか、結構こう、はっきりしてる顔のイメージがあるんだけど、今瀬さんはちょっと韓国人っぽい。目もちょっとこう細くて、ちょっとピュアな感じですね。ちょっとこう、高校生の、なんかこう、顔があってて、これも多分韓国で人気がある理由の一つだと思います。確かに確かに。はい、僕はそれで思います。僕も見ながら、お、めっちゃ可愛いじゃんって。でも、リオンっぽいの可愛さっていうか、それもバズった理由の中で一つじゃないかなって思ってます。そうですね。可愛い。お、これは藤井風の、ああ今ちょっとなんかこれ知ったのは藤井風の曲にあった、昔僕たちなんかレビューしたんじゃないですか。このリズムは藤井風のリズムと僕はちょっと似てるなってなんか思いました。やっぱり乗りやすいリズムがみんな踊りやすい、いやなるほどなるほど。こうこのこれなんか
藤井風の MV で見た気がしてて、ね、おおっとなんかしました。あれもみんな一緒に踊るんじゃないですか。そうですね、うん、かわいい。あー混ぜるのは本当にうまいですね。本当に乗りやすいや、うん。ちっちゃちっちゃちゃちゃ、やっぱり、うん、ハウスリズムが途大っていうか、うん、そんなに速くもないし、メロディもそんなに派手じゃないんですけれど、繰り返す感じで、うん、みんな踊りやす、乗りやすく、うん、作ったのが本当にバズった。TikTok の時代でこんな曲が広がるのは踊りやすいから。うん、まあそうですね、踊りやすいから。やっぱり動画の時代なので、うん、YouTube とか TikTok とか、動画の時代じゃないですか。だから例えば、同じメロディでも、イントロでなんか、トゥーン、テッタ、テッティーンだったら、なんか踊るのは結局、トゥーン、タッタ、そうそうそう、タッタになるんだけど、なんか、テッチュッチュッチュッある、あってて、あなたじゃないか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 、のに、やっぱり違うですよね。そうですね。メロディーよりちょっとこうリズムのなんか本当に大事じゃないかなってなんか思います。はい、すごい、うん。勉強になりますよ、ね。本当に。そしたら本当に僕たちもバンドやってるんだけど、やっぱりベースなんかこうドラムセットで、それで音楽のジャンルというかな、うん、こう踊るとかこうノリのことを決めちゃうことなので、うん、本当に大事なことだと思います。本当に。いきます。はい。ああここはヒップホップ。ああ、うん。おお。これ今聞いて感じたのが、はいはい、韓国だったら、うん、この声でリバブがもっと入ると思います。ああ確かに。ちょっと生っぽいに聞こえるじゃないですか。すぐマイクなしで、うん、なんかこう横で歌ってるみたいな感じで声が聞こえるんだけど、これ韓国人が聞いたら本当に新鮮だと思います。あ確かに、うん、なんかいろんな勉強が本当にできますねこの一曲で。いやすごいですね本当に。今瀬さんありがとうございます。はい、連絡待っています。はい、いきます。あメロディとこう後ろにリズム全部合わせてて、これはラップか歌かわからない感じ ですね。本当にリズム乗りながら歌うのが得意ですよね、うん、それで今キーも、うん、なんていうかなあんまり高くないんですよ。そうそうそう、だから普通にアンジュナノウィ、誰の男だったら全部歌えるよ。あこれが、正直言うと、カラオケに行ってて、歌いたいんじゃないですか。うん、あ確かに。なのに、高かったりすると、いや、まあ、次に歌おうとなんかすると、あんまり聞くもないし、歌もないし、なんだけど、歌いやすいと、なんか、うまいなんだけど、ね、普通にこんな感覚とか、まあ、いろんな発声使えなくても、歌いやすいな。これも多分、いいところじゃないかなってなんか思います。はい。いいところ見つけた感じ、ね、はい、見つけました。すごいですね。おー、それもある感じ。うん、踊ろうと言うから踊らなきゃ。おー、前の部分がサビだと思ってて、はい、普通にサビだったら今あなたじゃ出るだれな、なんだけど普通にサビだったら、まあ例えばあなたじゃ選べるなりかわいい、確かに確かに確かに、このぐらいになると思うんだけど、はい、本当にこれは最初から最後までなんかこう一緒になんかこう共感しながらなんか動くの感じすごいだと思います。ちょっとし本当、うん、静かな夜に一人で楽しんでる感じですよね、うん、なんかサービーが高くなるの理由って、うん、こ
この曲のなんか言いたいことここで強く言いますのなんかイメージがあるんだけど、これはなんか A、B、まあサビとか全部こう同じぐらいに行くのは、なんか今瀬さんが言う夜の感じが、こうゆっくり時間がなんか夜の夜中の時間がこう流せる、この感じがなんかこうメロディでも全部入ってあるんじゃない、入っている、入ってあるんじゃないかなってなんか思います。本当にすごいですね。全部移動があると思います。ナイトダンサーだから、うん、そうですね。そんなに、うん、うわー派手じゃなくてゆっくり一つ寄って楽しんでる感じ、うんうん、そうそうそう、その感じがサビまでにも繋げてるんじゃないかなってなんか思います。さあ低くいきます。かっこいい。ああ。生の声もういいの。メロ、なんかメロディとかなくてもういいの。なんかこう言葉みたいに。うん。肌、かっこよ、鳥肌？かっこよくて今鳥肌が。ああ、こんな表現も本当すごいですよね。はい。音楽も全部なくして自分の声だけ、声がめっちゃ綺麗だから、これを声だけバーッと入れること、本当にポイントでめっちゃ良かったと思います。歌詞ともぴったりじゃないですか、うん、明日が来なくったってもういいの、うん、ああそう、今日の夜のこと、はい、寂しい感をもっと活かしてる感じで、うん、おー、すごいスキルだと思います。そうですね、本当にすげー、うん。じゃあこれかな、うん、ハウスです。踊ろう。本当、本当にこの曲を聴きながら、うん、夜中に酒飲んで家に戻るとき本当に踊りながら聴きた、うん、聴きたくなりますよ。いい感じ。そうですね、みんな一緒に踊りましょう。踊ろう夜だけど、止まらないで、終わらないでよ。終わっちゃった。どうでしたか。本当にいろいろ勉強でした。普通に僕たちバンドやってると、はい、なんか例えば、ダラランダンダラダラダンだったら、バンドだったら、キャッチャーオンチャルピラチャルチョン、アロジーナナナビナダテラテラチョン、と言ったと思います。そうですね。だけど、こんな高い音じゃなくても、なんか最初から最後まで自分が思った夜を表現するのが、本当にすごいなって。ってなんか思ってて、一番韓国人のイメージってきて、一番まあ忙しい忙しいってあるじゃないですか。これ韓国人って少しでも落ち着いてて、この夜ゆっくり動きながらでもいいんだから、この夜なんか楽しましょうってなんか新鮮に感じれたと思うので、まあ自分もこんな曲作りたいなって思ったんですよ。あ、今日もいい勉強になりました。これからも皆さん、ブロックといいねと、アラーム設定よろしくお願いします。それではハッピーニューイエーイ。え、もう全部見ちゃったんですか。スキップとかしなくて。そしたらこれとこれも見てください。